この2週間ぐらいやっぱり番組が始まる6時になるともう寝不足でねーという感じで正直こう一生懸命目を開けながらですね放送をして参りました、はいはい、まあなんと言ってもオリンピック連日の熱戦、うん、しかもその熱戦はえ前日の夜10時過ぎまで行われる <laughs> ということが多々ありまして <laughs> ね,<ー>ねー 我々二人ともですね、まあその熱戦をですね、えー、できるだけね、体感してから、それを番組に反映しようじゃないかと。まあそれに見たいですしね、やっぱりどうしても。<laughs> だって自国開催のオリンピックって本当にもうだってって思いません単純に見たいよね。見たいですよ。応援したいじゃないですか。でもでもた昨日なんんかもそうだったんだっけどさ、はい 急やりながらレスリングも金がかかり<う>でスポーツクライミングもメダルがかかるかもっていうようなところでもうねあの五輪ドット .jp とかも含めて、はい、いろんなものを立ち上げてザッピングしながらですね、えーえー、見て聞いてみたいな感じ、ね、本当ですもうねチャンネル外選手権があったら金メダル取れそうなぐらいチャンネル変えてましたよもうこんなにさ <laughs> サブチャンネル使ったことないよね。<laughs> そう、サブチャンネル。しかも結構、いいところでサブチャンネルになるから<う>。<laughs> 私、サブチャンネルというと、もう苦くて苦くてっていう思い出があってですね <laughs>、はあ。えー、まあかつて、その、大坂なおみ選手が、あれは全米オープンか、うん、えー、制したじゃないですか。<laughs> はい。あれ確かさ、 サブチャンネルだったんだよ。でしたっけ俺もう探して探して、どこ探してもないよと思ったら、<laughs> 翌日、皆さん、それサブチャンネルだったんですよってよ。ああ、ありましたね、そんなことがあったあった。信用に。はああ、そうだ。あったよねあ。ありましたね、思い出した。<laughs> そう。ね。あれから、その、あの、チャンネルのボタンだけじゃなくって、<laughs> はい、あの、チャンネルを一個一個変えるあの、上下の、このボタンの重要性というのに気づいてですね、<laughs> なかったらまずサブチャンネルをやってみて、それでもないんだったらって言って、 あれだってさ、ひどいのが番組表にも出てこないんだぞ、ほら。<laughs> ね、テレビのさ。あちょっと隙間のとこにちょろちょろってこう。みんなわかんねえよ、みたいなことをあの当時話したんですけれども。<laughs> ね、ええ、おじさんもようやくそこも学んで,で、ね、サブチャンネルを学んで。サブチャンネルとしてもね、こう頑張って。<laughs> という日々もいよいよ、あのー、 とりあえず今日で一段落なのかと。ちょっと寂しいですよね。ねやっぱりこんなにテレビに向かって話しかける日々は久しぶりでしたね。<laughs> 本当だよね。決して、あの、私たちの声がこう聞こえてるわけじゃないけど、よーしとか行<し>けとか、ここ一本とかって結構、集中とかね。喋ってたんですよ、喋ってた喋ってた。てた <laughs> あれをね、IC レコーダーから、ね、<laughs> 取っといたら完全な黒歴史になるな、という,うね。本当です。結構それがご近所さんから聞こえてきたりとかね。いや、そうなんだよな。びしたりして。それこそだってさ、あの、この間のお野球の、うん えー、韓国戦なんか、はい、あの山田哲人選手のあわやホームランかというね、3点タイムリーツーベースが出た瞬間は、もうそこから、うおーとか行けとか伸びろとか、いろんな声が飛んでると。そうでしたよね。で、あのー、こう放送ね、昨日担当の放送作家さんが、はいえー あの、チャンネル系争いに破れたらしく、ゴリンドット JP で見てたらしいんですよ。えー、でそうすると、ネットだとどうしてもタイムラグが出るということで、で、そしたら、もうあの、山田テストがこう、打席で構えてる瞬間から、周りから、うおーとか、わーとか、声が出てきて <laughs>、あ、これは打つんだってことがもう分かっちゃった,みたいな、ね。いややや、フライング。<laughs> <laughs> そんなこともありましたが。はい、さあ、その、侍ジャパンはですね、えー、いよいよ明日、えー、アメリカと決勝を、金メダルをかけて戦うと。 いうことになったというですね。えー、えー、もちろん、日本放送では侍ジャパン全部やるということで、えー、6時50分から、はい、ね、プレイボールは7時からのはずですけれども、うん、えー、お送りするということなんですよ。でね、いやー、ここへ来てやっぱりドラマっていうものは最終回にね、うん、きっちり残すなーと、物語をと思ったのはですね、えー、明日の天気予報、今あ、5時発表のものを見ますと、えー、都心の天気は曇り時々、 雨なんですよ。そうなんです。そして降水確率がですね、えー、午後60%、夜6時以降は80%になっていると。はい。いうことなんですよ。うん、で、えー、この決勝戦が行われるのは、えー、横浜スタジアム、ね、えー、屋根なしの球場で行うと。いうことで、そ,でね、そして雨が濃厚になってきたという。はい、いやーもうね、はい。湧くたし阪神ファンとしてはね、はい。ここで全ての借りを、青柳が返すわけですよ。お 今回はね、もういいところで撃たれて、もうこのあの、阪神のおかげでドラマが見れて本当にいいですわみたいな、他の球団のファンから言われていたですね、<laughs> えー、この仮をですね。はい 青柳,青柳がいよいよアメヤギさんとして返すという、ね。アメヤギさん。このね、あの、青屋投手は本当に雨に強いという、雨のところで先発でマウンドに上がってきてですね、そして高騰するというのがもう、おイメージとしてついていて、えアメヤギさんのタオルなんてのも、阪神の公式グッズで出るぐらいですね、<ー>雨と青ヤギっていうのがう相性がいいと。なるほどー いうことでですね、これは、明日の先発は、昨日ね、あのー、ショップナイター解説でもおなじみの里崎智也さんに、えー、繋いだときに、まあ、ローテーションから言ったらもう俺しちゃいますっていうふうに言ってたんですけれども、<ー>ここで青柳ですよ。<ー>雨やアメヤギさんがですね、もうそのぬかるんだマウンドも、ものともせずに高騰すると、俺にはもうその絵が見えるっていうね。え、はい、<laughs> いやー、やっぱりドラマっていうのは最終回に待ってるなというね。そうですね。 頑張れ侍ジャパンお時間ですあなたの声を届けます「リスナーズ・オピニオン、えー」オープニングの青柳投手トークについてマジックさんツイッターで妄想がひどすぎると <laughs> いうふうにいただいております。<laughs> えー、それってお高いんでしょう、さん。いやいや、青柳の雨柳は試合が流れるってだけやでって言うんです、ね。<laughs> あとは、あの、冷静になれ、勝ち優先だっていうですね。<ー>皆さん、やっぱり結構シビアに考えてらっしゃいますね。<laughs> <laughs> <laughs> さあ、えー、ニュースに対してもぜひご意見を寄せください。えー、この後6時半過ぎですが、熱戦続く東京オリンピックの興奮をお伝えします。東京トゥデイズリポート。えー、大泉健太アナウンサー、昨日はた、 女子団体決勝を取材したそ,うであります、えー、それから、コメンテーターの方々は7時少し前から登場です。今朝は慶応義塾大学教授で国際政治学者の神保健さん登場。7時冒頭は新型コロナまん延防止等重点措置8つの県を追加というニュース。それから、おはようニュースネットワークでは広島原爆投下から今日で76年を迎えます。 7時半頃のニュースキーワードはイランのライシー新大統領について中東情勢、そして東アジア情勢は7時40分過ぎのスクープアップのゾーンで、バイデン政権台湾への武器売却決定というニュースを取り上げてまいります。 ここが気になるのコーナーです。スタジオ長官各地入ってまいりました。えー、足元の新型コロナウイルス PCR 陽性者の数が非常に増えているということ、そしてま,あまん延防止等重点措置が8つの県に出た等々とこういうところを一面トップに挙げているところが多いですね。えー、昨日の新型コロナウイルスの感染症対策本部、 の、え、新たな、あ、療養指針について、え、読み売り、毎日、それから、産経も、お、これが一面トップ、中等症原則入院に、ということで、え、この、療養方針を明確化と、まあ、新たな、あの、ペーパーが出てきた、ということを一面に挙げているところが多いと。え、それから、朝日新聞は、昨日のですね、東京都のモニタリング会議の、お、内容について、え、都の医療緊急時体制専門家、新規感染5000人コース、ということを出しております。 あの、予測値ですけれども、8月18日の時点で、2週間後ですが、1万900人になるんじゃないかという試算も示されたと。まあ、あの、このまま行くとこういうことになるから、その前に抑えなきゃということで、出されている数字であろうとは思うんですけれども、まあ、このあたりについてもね、後ほど今日のコメンテーターの神保健さんともまた深めていこうと思います。 えー、そして気になる記事なんですが、各紙ですね、えー、総合面だとかで、えー、ちょっと触れているというのが、えー、デジタル庁というね、えー、来月発足する省庁、あのー、まあ、えー 国の、ま、行政機関でも、こう、デジタル化、ま、DX と呼ばれますけれども、ま、AI 等々も使いながら、業務の効率化と、そして、え便利にしようと、いうことを、これからやっていこうというね、ま、総理肝入りの組織でもあると。いう、このデジタル庁の事務方トップのデジタル間に、えアメリカ・マサチューセッツ工科大学 MIT のメディアラボの元所長、え伊藤上一を当てる方向で最終調整していることが分かったと。ま、これが各自一斉に報じるという形に、 になっておりますで各紙、ね、そこで、まあ、あ触れられているのが、この MIT のメディアラボの現所長ではなく、元所長でどうしたか。 どうしてこれ辞任されたかというところなんですが、えー、少女の性的虐待などの罪で起訴された実業家エプスタイン氏というところから、えー、資金の提供を受けていた。で、まあその事実を、まあ知りながら受けていたというようなことが、辞任の理由であったということなんですけれども、えー、これちょっとですね、まああのー、心配というか、えー、思うところが、これ、えー、日経のですね、今日2面に載っているんですけれども、 えー、過去の言動、問われる理にという,う、真相真相というですね、えー、特集記事に載ってます。キャンセルカルチャーをオリンピックを機に日本にもという、まあ過去のね、そのいじめであったりとか、あるいはこう、おえー、ビデオの中のコントのネタで、まあ,あ、ユダヤ人にのね、ホロコーストに対してそれを揶揄するようなことがあったということで、まあ開会式のね、えー、オリンピック開会式をめぐるゴタゴタっていうのが、 ありました。で、えー、それが、まあ、あの、そういったところがですね、まあ、この記事によるとですね、まあ、えー、想定外のオリンピックのレガシーとなって、これに今後どう向き合っていくべきかという、まあ、あの、提言のような記事であるんですけれども、うん、あの、そことば、この伊藤上一氏の、えー、エプスタイン氏からの資金提供をめぐるという話が、えー、何かこう、結びついていくようなことになると、これは、あの、まあ、議論のしどころなんだろうな、 というふうに思います。で、えー、もちろんですね、まだ、あの、正式に決まった人事ではないということ、そして、まあ、これから、えー、まあ、ね、報道陣等々に向けて、もう、こう、説明等でですね、当然この話も、こう、出てくると思いますんで、まあ、そこでどういう、うこう、お話をされるのかにもよるし、で、えー、私思うのは、まあ、こう、そういうね、えー、 まあこれ結局のところ過去は取り消せないっていうのはそれはそうだと思うしで、人間はこう未来に向かって歩いていくしかないというところで、まあそこで取り返すしかないという意味では、例えばじゃあデジタル庁の中のこのガバナンスにおいてそういったハラスメントというものは絶対になくすんだと。で、そのためのこう新しいえ枠組みみたいなものもこう各省庁に先かけてやっていくんだとかですね。まあそういったことの発信でもって、えまあ前向きにこう 捉えていくっていうことがおそらく必要なんだろうと思いますし何かこのだから不適格なんだそれを選んだ総理の責任だみたいなこう責任追及だとかあるいは政局にするっていうのではなくですね前向きな形でデジタル庁というものがスタートしていってくれればいいなというふうに思うところであります以上ここがキンナルでした さあ、東京トゥデイズレポート、オリンピック、えー、14日目でしたね、昨日はね。はいえー、レスリング女子57キロ級、河井里紗子選手、2大会連続の金メダルなど、6つのメダルを獲得しまして、今大会でのメダル合わせて46個、リオを超え、史上最多となっております。はい。さあ、そして昨日は、 女子団体決勝中国と対戦いたしました、えー、中国に対して零、えー、対3、えー、で敗れと、うん、2012年ロンドンオリンピック以来の銀メダル と、いうことになりました。はい、えー、現場の様子どうだったのか聞いてみましょう。東京2020オリンピックレポーター、大泉健人アナウンサーです。おはようございます。はい、おはようございます。おはようございます。い,ますいや昨日はまあ、はま悔しかったね。そうですね。中国の壁はかなり暑かったという印象ですね。ねダブルスで最初、ワンセット取った時には、えー、お、これでいけるかもと思ったけどね。思いましたけどね、その後の、 やはりこう反撃が<ー>中国の強さだなというふうに感じました。ミスしないもんね。<laughs> そうなんですよね。で、中国メディアも昨日かなり会場に来てまして、はい、私が見た中では2、300人ぐらいいたんじゃないかなと思いますね。で、中国の選手が点を取るたびに相手の拍手というのが、大きくなっていった印象ですね。で、試合後の会見、出席したんですけど、伊藤選手、平野選手、石川選手の3人が出てきて、うん、平野選手は最後まで相手の力に圧倒されたと。 ただ、小さい頃から目指してきた東京オリンピックに出ることができて嬉しかったという話をしていました。うん、で、一方で悔しさをのぞかせたのが伊藤美誠選手で、はいまあ、メダル、あの混合ダブルスで金メダルを取れたことは嬉しいけども、中国の選手に日本の選手が勝つのは目標だし、これから現実にしたいということを話してました。はい、で、それから最後に石川佳純選手なんですが、石川選手は、まあ、悔しいというインタビューあり やりきったような表情を見つけたの、ね、で<ー>ちょっと安堵した感じでしたで、まあ、あのロンドンオリンピックの時はいい先輩たちとメダルを取れ今回東京はいい後輩に恵まれてメダルを取ることができたと,いうことで、うんまあ、今後3年後のパリについてはまだ考えることはできていませんとなるほどね 石川選手28歳って考えると、うんそのね、後輩たちとっていう話伊藤美誠選手とかもう次があるからその悔しさも糧にいって前に出るけれども、まあ、石川選手はいろいろ考えるところはあるのかなっていうのはそれは表情から少しうかがえたかなという感じはしますねなるほど東京オリンピックの舞台に立つまでも石川選手いろんな、ね、スランプとか、ね、悔しい思いをされて望んだっていった部分もありましたもんね。 3大会連続のメダルですからいいや立派すごいよね,ごいね、うん、さあ、そして、えー、今日が大会15日目いやー、大泉さん、ここでこうやってつなぐの、はい、今日が最後なんですよ、<laughs> どうですか、ね、この14日間、15日間駆け抜けてきて、まあ、振り返るにはまだね、えー、土日もあるし早いけれども、はいうん、ここまででこう印象に残ってるシーンだとかって、あげるときれないかもしれないですけど、どうですかそうですねやっぱり 僕は開会式でね、本当にあの東京でオリンピックがやれるんだ、開催できたんだっていうことを、もうあの聖火台に火がともった瞬間にすごく思いましたし、そこから毎日選手たちの取材をしてることがもう非現実的というか、この目で生で取材できてるんだ、それをレポートで伝えることができてるんだっていうのが、もうすごく毎日が新鮮で。 楽しみさもありましたし、今思うともうすぐで終わってしまうんだなという寂しさもありますね。いやー、大泉くん。羨ましいよ、はい、本当に。ね、メダルの瞬間ですとか、選手の皆さんの活躍、うん、だって生で見てますからね、大泉さんは。本当に、あの、素晴らしい。 いいいをたただけなと思ます本当、またゆっくり話聞かせてください。そして、明日はもう野球も取材するし、今日どこ行きますか今日はですね、まずこの後卓球に取材に行って、男子の団体の3位決定戦、その後サッカーの男子の3位決定戦、いやいやいや、また取材頑張ってください、熱中症気をつけて、最後まで駆け抜けてね、ありがとうございました。 失礼します大泉健太アナウンサーとつなぎました。 さあ、この時間からコメンテーターの方々にご登場いただきます。今朝は、慶応義塾大学教授で国際政治学者、神保健さんです。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。ますえー、東京オリンピック、熱戦が続く中ですが、どうですかなんか、ついついチラッチラッと見ちゃうなという感じもありますが。そうですね、最近、あの、この、今回のオリンピックは、えーえー、ネット中継が結構、そう,そうそうそう、やっていて、がら から別のウィンドウでちょっと見ちゃう。わかりますつけっぱなしにしながら応援みたいなことはやってますね。確かにね。あの、もう国際映像がそのまま見られるっていうね。そうですね。で、あの、私、ゴルフが好きなんで、ゴルフ見てたんですけど。いやー、松山選手はねー。すごい面白くて、しかも、長いのでずっと、解説なしで、あの、見れ、なんかシュールなんですけど、それがまた楽しかったですよね。 確かに静かな環境でというかね、見ることもできる人いやー、でもあの暑い中で、4日間のラウンドっていうのは、選手にとっては過酷そうですよね。しかも暑い埼玉県なんですねか。だから、よくみんな回ってるなと思うんですけれども、まあ今回優勝したあのアメリカのザンダー・ショーフレー選手、はいであの、日本ともゆかりがある方で、あのおじいさん、祖父母が、実は渋谷在住ということで。えーえー あの、実は来日でようやく最後にちょっと会えたらしいですよね。ん。金メダルを見せることができて、ま、いろいろいい話があったっていう気がしますね。うん。えー、そして今日はサッカー、明日は野球というね。うん、えー、またこれも寝られなくなるなという感じですね。<laughs> えー、今日もよろしくお願いいたします。お願いします。では、7時台最初のニュースはこちらです。まん延防止等重点措置8つの県を追加。 新型コロナウイルス感染症対策本部での菅総理の発言をお聞きいただきました。新型コロナウイルス対策で政府はまん延防止等重点措置の適用地域に福島、茨城、栃木、群馬、静岡、愛知、滋賀、熊本の8つの県を追加しました。期間はあさって日曜、今月8日から31日までとなっております。 ええー、この重点措置13の道府県に拡大されたということ。そして今朝、長官一面はそれと並んで中等症原則入院にという療養指針の明確化についても書いております。さあ、ジモさんどうご覧になりますかあの、前回出演させていただいたときは、はい まあおそらくこの高齢者にワクチン接種が進む7月末ぐらいまでがまあ我慢の時でその後、8月から徐々にこう社会生活を回復させられるんじゃないかというふうに私も考えていたんですけれども、うん。はい でもあの、それ以降、世界全体がこの感染力の強いデルタ株の猛威にさらされてしまって、まあ特にこの2週間で日本と東南アジア、はい、そして北米ですよね。アメリカで再びこう感染が広がっているということになってしまっているということだと思うんですね。 で、ま、あの、5000人台に東京も入ってしまって、ね、爆発的な感染拡大は間違いないんですけれども、まあそれでも、あの、見出すとすれば、はい、6月中旬以降はこの高齢者の感染が劇的に減っていて、今はこの新規感染者の90%以上が、 50歳代以下ということなので、まあ、ワクチンの効果っていうのはやっぱり決定的だということが、あの改めてわかるということだと思いますねううそうすると、まあ、前々から言われてましたけど、このワクチンの接種スピードと、まあ、感染の拡大のある意味の追いかけっこと。 いいうことになっていくわけですねそうですね。だからこの18歳以上のワクチン接種を可能な限り早期に行うということと、はいうん、で今後これからまた変異株が出てくる可能性高いですから、はい、あの3回目のワクチン接種の準備をあ<ー>、まあ、ワクチンを早急に確保しなきゃいけないと。うん、でその間に今、今、新しい方針が出たんですけれども、やっぱこう自宅療養の,この割合が増えるわけですよね。 このリスク管理をちゃんとしないとなということだと思いますね。うん、確かにワクチンを打っても、まあ、感染を確実に予防できるというものではないと。かかる人はかかる。ただし、重症化は予防できるということを考えると、軽症の人がものすごくたくさんになるっていうのは、かなり、 現実的な線ですよ、ね、そうですね、だから一番不安なのは、うん、重症化するときってなんかこう、すごいあっという間におこ、なんかどんどん悪くなるって話を聞きますので、はい、それを自分で判断して、ーーしっかりとこの搬送、救急搬送できるような体制ができるのかっていうのが、これがあの社会の, <laughs> あの不安を解消する最も重要なポイントじゃないかというふうに思うんですね。確かににに今はその保健所に連絡してってっいうところののステップの中で医療に直接 迅速ににアクセスが果たしてててできるのかっっみんな不安に思ってますねそうですよね。で、しかも、あの、うん、意識朦朧になるかもしれないし、はい、どうやってちゃんと一人暮らしの人なんかができるのか。うんうんね、で、だから多分、はい、これ新しいシステムを導入する時期なんじゃないかと思って、 例えば今あのスマートバンド非常に高性能になっていて。手首にこうつけるようなやつな、ね、そうですよね。で、あのパルスオキシメーターが、あの、ある程度の精度で出るというのがあって、はい。ああ、内蔵できると。ですね。で、これをもしこう日本のメーカーさんが高精度なものをすぐに開発できれば、自宅療養者全員それをつけると。ああ<ー>。そうすると24時間、まあ、あの、ヘルスメーターとして、あの、酸素飽和度が、あの、 チェックできると、はい、で、これがもし九十五パーセント、九十四パーセントが低下したときに。アラートが出てですね、救急搬送しますかというこの確認ができるようなシステムにすれば。あのー、相当程度悪化する人のを救うことができるんじゃないかという気がするんですよね。<ー>だから、自動化するってすごい大事だと思います、ね。なるほど。うん、それこそ、そのシステムが直接、こう、救急搬送のシステムと連動してたりなんかすると。 本人意識なくなった時にでも。 救急できるかもしれない。それがあの一番大事だと思います。だからその体調悪くなった時どう、うん、どうするよっていうんだって電話も繋がらない、救急車もすぐに来ないみたいな状況を何とかしてボトルネック解消していくっていうのが、もしあの自宅にいろっていうので、なんか見捨てられた、なんかそんな気になってる人に、いや大丈夫ですよという、あのもう一つの制度を作ってあげる必要があるんじゃないかと思いまして、なんかこう9月にね発足するデジタル庁、誰も見捨てないデジタル化でしょう あ確かにね、なんかこう最初のフラッグシップ事業みたいなので推進したらどうかって、私なんか思いますね。ああ、世の中が変わるっていうのをこう確実に見せることもできますもんね。だからもちろん、この制度をどのぐらいにするかとか、重大な問題ありますけれども、はい、あの考えていいいいんじゃないかと思います、うん、おはようニュースネットワーク では、まず、昨日の東京オリンピックのニュースからです。レスリング女子57キロ級、河井理里子選手が、えー、リオデジャネイロオリンピックに続いて2大会連続の金メダルを獲得しました、えー。昨日もですね、日本人選手メダル獲得の活躍を見せております。卓球女子団体は銀メダル。えー、空手の女子片で清水清選手銀メダル。男子20キロ競歩池田光貴選手銀メダル。山西俊和選手 銅メダルということそしてボクシング男子フライ級田中亮明選手銅メダルということで、えー、昨日も、まあ、あメダルの速報というものが。あ 何度も何度も出てきたというところであります。まあ空手のように新しく加わった競技というのもね、神保さん、今回の大会は結構多いですよね。なんかあのスケートボードもそうだし、はい、サーフィンもそうだし、んなんかこういろんなスポーツが。競技の対象として、はい、あの見られるっていうのはすごくいい機会ですよね。でしかもその中で日本人選手が、あのたくさん活躍しているのを見るっていうのは、すごいすがすがしい気分になりますね、はい。こんなにスケボー大国だったんだ。 そうですね、だから普段公園とかね、路上でガラガラってしてて、はいえー、なんだかなと思ってるのを、実は温かい目で見るべきなんじゃないかと思い直しましたねあの金メダル取った女子の西矢選手があの指摘してますしけど、やっぱりこう街中でね、えー、やろうとするとた、ぶつかったりとかいろいろ危険なので、もうちょっと練習ができるところを増やしてほしいっていうことを会見でおっしゃっていて。 まあ、確かにね、そうだなと思いますもんまあ、あの、オリンピックの大きな意味だと思うんですよね。はい。こんなに世界に競争力のある若者がいるんだったら、うん,う,んうん。練習環境をしっかりと整えて、はい、若いうちから競争ができる、あのー、 施設を作ろうみたいなこ実際あの仮設の予定だったあのお台場のアバンスポーツパークでしたかあのスケーボーのまさにいい会場になったところあそこをまあ高級的に残そうじゃないかっていうのを地元の江東の区のね山崎区長がおっしゃっていたりとかなんかこうやって柔軟に変えていけばいいんじゃないかと思いますよねそうするとなんか週末は小学生がねあそこ行ってみたいんだでイン,、はい、インストラクターがいてちゃんと教えてもらって中にはその中から競技をしたい 人が生まれてくるかもしれないオリンピックってこういういい機会ですよねう、えー、日本昨日までに前回のリオデジャネイロオリンピックを超える史上最多46個のメダルを獲得しておりますえでは取り上げるニュースはこちらです広島原爆投下から今日で76年 広島は今日、アメリカ軍による原子爆弾の投下から76年、そして核兵器禁止条約が発効してから最初の原爆の日を迎えます。広島市の平和記念公園で営まれる原爆死没者慰霊式、平和記念式には、アメリカ、イギリス、フランス、ロシア、インド、パキスタン、イスラエルの核保有国を含む86カ国と EU ・ヨーロッパ連合の駐日大使らが参列する見通しです。 え、被爆者のご、被爆者ご自身あるいはご遺族代表を含め、えー、菅総理大臣も参列ということであります。まあこれ、そのね、えー、核兵器禁止条約とどう整合するんだというあたりが、まあ今日は特に新聞では論点として挙げられておりますが、これどうご覧になりますか。あの、まず今日8月6日、はい、え、まあ広島で、うん、 まあ重要な朝を迎えて、はい、で9日には長崎ですから、はい、まあこの原爆投下は毎年この核兵器を考える日として大事にするべきだというふうに思うわけですね。はい、でその世界の核兵器が今どうなってるかっていうことを見ると。 1980年代半ばぐらいまでがすごいピークで,ーで、最盛期には世界に7万発ぐらいの膨大な数の核兵器があったのが、はい、まあ今、1万3000発ぐらいまで減ってるわけですよね。はい、で、これをさらに、ということで、世界ではこう運動が高まっていて、あの紹介にあったような核兵器禁止条約、はい、これがあの86カ国がまあ署名をして、まあ今年から発行したと。 はい、ということになって、で、一方でこの核兵器の全廃を、えー、まあ目指す動きっていうのが世界で活発にはもちろんなっていると。で、その一方でなんですけれども、もう一つはこの10年間ぐらいですけれども、実はその核兵器の削減っていうのが下げ止まった状態。 になっていると、はい、まあちょうどあのオバマ大統領がプラハで、ええ、あの世界の核兵器のゼロを目指していこうと、うん、言ったぐらいから実は核兵器の削減というのは進んでないということなんですよね、はいうん。皮肉なもんですよね。あれでノーベル賞、ノーベル平和賞オバマさんは取ったわけですよね。 国の安全保障政策において、はい、核兵器の重要性が再び脚光を浴びてしまっているからということになるんだと思います。で、あの、例えばロシアですけれども、徐々にこの通常戦力で、えー、あのアメリカとかの当初国でどんどん見劣りが 進む状況にあると。国防予算も限られてますから、はい、で、この劣勢を埋め合わせるという意味もあってですね、うん、あの、核兵器手放せないですよね。はい、むしろ近代化をしていかなきゃいけないという方針ですし、うん 中国は現在、絶賛軍拡中。はい。ですよね。はい、絶賛軍拡中。で、うん、あの、まあ、真偽不明なんですけれども、ええ、最近は、ね、衛星写真で、はい、あの、新疆ウイグル地区の近い場所ですけれども、うん、あの、多数のミサイル発射格納庫、はい、サイロって呼んでるんですけれども、ええ、まあ、わざと見せてるわけですよね。あの、発見させて、つまり中国の核抑止力っていうのは、あの、徐々に確実なものになってるぞっていうのを見せたいとういうこともある。 さらに北朝鮮の非核化にわれわれは失敗してますから、はい、まあ現在、推定で30から40発、さら、えー、にこ,これから増えていくという推計もあると、でこれに備えるために、イギリスも、はいえー、原油の核戦力を拡大しますし、うん日本や韓国みたいなアメリカの同盟国も核の傘をもっとしっかりしなきゃいけないと、はい、いうことを考えると、そうそう簡単に核兵器を、 減らしましょうという方向に世界はなってないと、うん、いうことが、あの、もう一つの現実だと思いますねうん。特に日本が直面している、その中国の核を考えると、あの、中距離のミサイルっていうのはアメリカとロシアの間では全廃条約が一応ありますよね。で、一方で中国はそこ入ってないから、 本土届かないけど日本の東京だとかグアムまで届くみたいなものが中国いっぱい持ってるってことになってますよね。そうですねあの。中国は公式には、はい、あの戦行不使用って言っていて、はいええ、基本的には核兵器は自分が核攻撃を受けた時の反撃第二撃としてのみ使用するとういうことを考えると、まあ、その対象はアメリカ、まあ、ロシア、インドみたいな核保有国に向けられているので 中距離ミサイルのほとんどは比較なんですと、えー、彼らは言うわけですけれども、え、よくよくミサイルを見てみると、あれ、はい、デュアルユースなんですよね。つまり、弾頭は通常でも核戦力でもできるというふうになっているというのが一つと、えられる。そう、二つ目は、中国もまた核兵器が増えていくと、小型、大型、中距離、あの、長距離と、えー、様々なこの使い方を学んでいくわけですよね。で、その中で、 そのまさに2,000キロ以内の中距離戦力に核をつけないということは 考えがたいですね。まあ、これからの,、うん、あの戦略、あの、安全保障戦略の近代化の中で、おそらく中国は核をその中に組み込んでいくだろうと、私は思います、うんうん。これ、アメリカの中の議論で先制不使用をやめたんじゃないかみたいなことが出てきてますけれども、これはどうですかこれは、あの、バイデン政権の一つの特徴なんですけれども、はいうん、まあ、おそらく来年の早い段階で核体制見直しのレポートが出てくるんじゃないかと、 思うんですけれども、うん、トランプ政権はオバマ政権のこの全廃の方針っていうものを基本的にはひっくり返して、うん、あの核兵器の近代化、うんえー、そして運用の柔軟化というところに踏み込んだんですけど、うん、アメリカの民主党全体を見ると核兵器の役割を下げることに前向きなんですよ。うん、ですからロシアのスタート条約の延長もするんですけれども、うんえー、その中で こう近代化計画と先行不使用がどう扱われるかというのが注目ポイントですねなるほどそして日本はそれを目の前にしているということなんですねその通りです、はい、続いて教えてニュースキーワードですイランのライシ大統領イスラム共和制のイランで大統領は最高指導者に次ぐ国家ナンバー2にあたり行政の長という立場にあたります 今月3日、その大統領に就任したのが政治経験のないイスラム法学者のライシ氏です。これを踏まえて次のニュースをお聞きください。イランの首都テヘランの国会で5日、反米保守強硬派のライシ大統領の宣誓式が行われました。ライシは国際協調を掲げた恩恵派のローハニ前大統領の方針を転換、アメリカとの対決姿勢を強める見込みで、中東が不安定化する要因になる可能性があります。 強硬派が来て、これ、米、アメリカとの間、緊迫するんじゃないかと言われております。いかがですかこれね、あの、案外、えー、その、もう一度、うん、2015年にアメリカとイランが結んだ、はい、まあ、 あの核の包括合意の交渉が進んでいく可能性が高いと私は思っているんんでですすよねそうですかなんかな前任のローハニさんがこれ進めててそれこそこの就任前までに妥結じゃないかみたいな話が言われてましたけど結局流れちゃいましたよねあのそれはバイデン政権で今、交渉担当しているこのジェイク・サリバン、はい、あの安全保障補佐官とブリンケン国務長官ーーウェンディ・シャーマン国務副長官ですけど うんこれはオバマ政権でイランの合意に関わったあのプロ中のプロなんですよね、はい、だから合意の中身はよく知ってるしイランがどこで駆け引きをするかということにも詳しいわけなんですけれども、はい、それでもイランにはせっかくこの恩恵派ローハニ政権で進めていた路線がまあトランプ大統領によってひっくり返されたっていうこういう思いが。 あるわけですよねつまり、今度合意をするにしても、それがどのぐらい、あの、継続できるのかっていうことが、イランにとっては、結構政治リスクに当たると。お前妥協したじゃないかと。またひっくり返されたな、ということで、イラン側としてみると、最も大きな判断材料っていうのは、アメリカの中間選挙と大統領選挙。 ああ、なるほど。ですよね。で、うん、そうすると、バイデン政権が第2期に入ると、民主党政権が8年間続くとなった時には、やはりしっかりと合意を結んで、経済制裁を解除させた方が、 イランの国益にとってプラスじゃないかっていう判断は働くんだと思いますね。で、実際その経済制裁って効いてるんですよねで。特にあの水と電力に関しては、はい、まあ相当あのテヘランでもあの厳しい、えー、状態にあるということなので、まあ国民の支持をしっかりと集めないと、はい、あの大統領職は務まらないということを考えるとですね、やっぱりこう経済を回復させるっていうのはものすごく重要。 ただし、その合意をしてアメリカに裏切られるっていうのは、これ許せないと。だとすると、ポイントとなるのは、アメリカの国内の政治の安定性の判断ということになるんだと思うんですよね。 そうすると、もう来年の中間選挙、もうあと半年ちょっと、一年は切ってますよね。そこが、まあ、ある意味、最初の試金石になってくる。そうですね。大体の情勢は分かってくると思いますし、それを見ながら、イランは、あの、条件をつけながら、アメリカと交渉していくと。で当然、あの、ね、アメリカは勝手に放り出したんだから、うん、まずは経済制裁を、あの、緩和しろという、あの、掛け引きを今行ってますけれども、はい、まあ同時にそれを引き出すために、 現在の核施設のウラン濃縮のパーセンテージを上げていくみたいなことをやるんですけれども、多分そこのわだかまりが取れて、ですね具体的な条件設定になれば、はいうん、交渉が転がり出す可能性は結構あるんじゃないかというふうに思います、うんうん、このところ、そのタンカーの襲撃に関して、イランの関係する組織があったじゃないかみたいな話だとか、ドローン飛ばして襲撃みたいなことも出てきてますけど、この辺も交渉へのプレッシャーみたいなものなんですか あの、イランが一枚枠どうかってわからないんですよ、ね。ああ、そうか。まずそこがわからないわけですね。で、当然、その、アメリカとの交渉に批判する勢力っていうのはあるし、うんはい、もしアメリカが例えば、あの、いわゆる湾岸諸国のシーア派への支援をパッケージで止めろという形になると、例えばイエメンとか、はい、あるいはそのアラビア半島の湾岸諸国、そしてまあ、あの、イスラエルの近隣の国々に対するイランの関係が、 断ち切られるというのは、まあ、ジーア派全体の影響力の低下につながると。で、んそんなことを合意するのかっていう勢力は、イランの中にはいると思います。なるほど。続いて、ここだけニューススクープアップです。この時間、最後のニュースを。スクープアップ。バイデン政権が台湾への武器の売却を決定。 アメリカのバイデン政権は日本円でおよそ820億円に上る武器を台湾に売却することを決めました。台湾への軍事的な圧力を強める中国に対抗するため、武器の売却を通じて関与を続ける姿勢を示しています、えー。自走砲と呼ばれる車両に搭載された大砲、その関連の装備品などということだそうです。 さあ、米中の関係ということ、まあ、これはトランプ政権から何か構図が変わっていないように見えますが、どうご覧になりますかそうですね、今回の,あの武器売却の決定も、はい、おそらくこの問題を見ている人にとっては、規定路線で、<ー>あの想定内だということなんだと思います。はい、で、この武器売却に関しては、はい、あのトランプ政権の時の、 あの議会で2018年なんですけれどもアジア再保障推進法っていう法律があのほぼ全会一致で決まっていてでアメリカ議会は当然今日は民主両方なので結構超党派の推進という性格が強いことになっているということで,でトランプ政権もですね台湾に対する武器売却っていうのは累計で確か11回ぐらいやっていて で前回の規模は2500億円ぐらいですから、うん、で、あの空対艦ミサイルとかですね、はい、まあ結構花々しいあの装備を移転していたので、まあ、今回の意思決定に関しては、極めて小規模。はい えー、だといいううふうには思いますねうんただやっぱりこれはその姿勢を示すというメッセージの意味の方が大きいんですかもちろんです。あの台湾あのに対する武器売却というのはこれからもあの承認を続けていくということなので、はい、やはりその台湾関係法に基づいて台湾自身がしっかりとその、うん、国防の任務を果たせるような能力を まあ、しっかりと台湾と協議をして提供していくっていうのが、まあ、アメリカのえ大変重要な役割ということなんですけれども、まあ、同時に、あの、アメリカの台湾に対する防衛コミットメント、もし有事になった時に、しっかりと台湾の防衛ができるという体制をアメリカ自身がどう作り上げていくのかっていうのがもう一つの大きな 問題とということになりますよねアメリカ自身がそれこそこうこのインド太平洋軍の、まあ、新旧の司令官が6年以内に何か起こるかもしれないということを議会で証言したりだとか、えー、してますけれどもやっぱその辺も含めて今まではあいまい戦略と言われてますけれどもだいぶ明確化してきてるんですかそれとも姿勢は変わらないんですかあの問題意識が高まっているのは間違いないと思います。デイビの 前インド太平洋軍司令官の議会証言の,あの発言というのは衝撃的だったわけですけれどもいろんな解釈がありますが、はい、1まあ一つは中国の政治サイクルで。 仮に習近平国家主席が3期目、4期目を狙っていくとすれば、はい、台湾問題をしっかりと解決しながら国内のその正当性を固めていくっていうのをしなきゃいけませんねとか、あとはあの、自民解放軍が、まあ、あの、重要な記念を迎えるので、まあ、その時までにしっかりと台湾を回収するみたいな、うこういう政治的なあの意図っていうのはもちろん解釈するものなんですけれども、やっぱ軍ですから、はいうん やっぱり能力を見てるんだと思うんですよね。やはりこれから中国軍が台湾に対して揚陸作戦を行えるだけの あの輸送能力、展開能力、形成能力、そして制空権、制海、うん、権の維持みたいなところを、はいまあ、総合パッケージとして徐々に本格的にできるようになっていると、うん、でこれをしっかりと見定めなきゃいけないというのがあの、デビットソン司令官の問題意識だったと思うんですね。うん、で、ポイントはアメリカがそれはさせませんよというだけの抑止力をしっかりと維持できるかどうかというところが大きなあのポイントで、で当然、中国は。あの たくさんのミサイルを持って、アメリカ軍をその台湾に近づけさせないための能力というのを高めてますから、アメリカ軍にとってはですねいわゆるこの第一列島線と呼ばれている、日本の南西諸島から台湾、フィリピンにかけてのこの線の中で、本当に軍を。 展開させて戦えるのかっていうことを証明していかなきゃいけないわけこの厳しい環境の中で。はい、まあそれをしっかりと確立するのがあの今後の国防戦略の最大の論点と言っていいと思いますね。中国は A2AD なんて言いますけれども、もう、中に入ってくるな、という戦略をずっと取っていて、それこそ空母キラーと呼ばれるような弾道ミサイルなども装備しているということが言われる。そうすると中に入っていくっていうのが非常に行きづらく、どんどんなってきている中ですよね。どういう手を打っていきますか、あの、いくつか方法あると思うんですけれども、えー、それでも中で戦うっていうのが一つですよね。やはりその、同じ土俵で戦うと押し出されるとか。はい。えーその戦闘機 の感染とか、うそういうあのところで、あの、押し合いの相撲をするんじゃなくて、土俵を変えていくわけですよね。で、それはよく、あの、統合作戦とか、マルチドメイン作戦とか言われますけれども、はいまあ、宇宙、サイバー、電磁波という領域を総合的にあの進めていけば、中国に対して優位性を獲得しながら、戦域の中で戦えるかもしれないと。もちろん中国もそういうあの対抗策を考えてるわけですから、はいまあ、こういう総合作戦の中で、 この考えていくっていうのが一つと、2つ目は、外側から戦うということですよね、そのロングレンジ、長射程のミサイルとか、極超音速兵器、ハイパーソニックというようなこのミサイルとか、それによって、近づいてくる部隊や、それはあの発信拠点となるような基地をまあしっかりと叩いていく能力をつければ、そう簡単に作戦ができないでしょうということだし、仮に A2AD と言っていても、その外側 まあこの二つぐらいのその能力と作戦コンセプトをしっかりと整えていくということが大事だと思いますね。で、これアメリカは、まあ、ある意味自分たちのこう本土ではない、もっと前進したところでやってるからそれができると思うんですが、他方日本はもう今直面するこう国土があるという中で、 どう,う日米で連携していくべきですか。まあまず日本はあのこれ台湾とフィリピンもそうですけれども。うんはい もううう真正面なんでですすよよねねそいことだから、その、えー、もし危機が高まってエスカレーションをした場合には数時間以内にそ有事になっていくということなので即応、まあ、できる体制を整えなきゃいけないし、はい、仮にその攻撃を受けたとしても、まあ、すぐに復旧できる能力とかあるいは別のファシリティを空港とか港湾を使えますということをたくさん準備をしておかないと、はい あれ、アメリカ軍がアクセスできなくなっちゃったなと。もしかすると、戦域内戦闘なんてできないかもしれないなという形で引いてしまう誘因になってしまうわけですよね。したがって日本もまたその、えー、基地とか施設とかをどれだけ強靭化できるか、はい、そしてそれだけ分散できるかということが大事だし、はい、先日、あの、オースティン国防長官、東南アジアもありましたよね。そうですね、はいで。最後にフィリピンに行って、 でまあドテルテ大統領まああの堅なになってましたけれども、うん、訪問基地協定という協定をあの一応撤廃するっていうのをやめるということを言っていたわけですね。でまだそんな軌道に乗ったとはとても言えない状況ですけれどもやはりアメリカの中には分散配置を日本だけにこう負担を担わせるのはきついという発想は必ずあると思うんです。うんうん、だとすると残された場所っていうのはやっぱりフィリピンとかグアムしかないわけ。 ですから、そういったあのあのこれからアメリカは今、グローバルなあの米軍の体制見直しっていうのを別途やってるんですけれども、はい、その際にあのアジア、西太平洋の米軍の配置っていうのをどれだけ確保できるかっていうのがすごい大事なので、アメリカの国防省には、やっぱり東南アジアをすごく大事にしてほしいなと思いますね。でどれれだけけ彼らが米軍を受け入れると、はい、ということの政治的な あのセンシティビティが高いかということを考えて付き合っていかないと、結局アメリカが目指すグローバルポスチャーレビューなんていうのはできないし、日本が便利だから全部日本にやらせようみたいな話になると、やっぱり一緒になって安全保障秩序を守っていこうという体制をどれだけ整えられるかっていうのがこれからのキーポイントになると思いますうんこれ、だからクラークやスービックから出るっていう、ああいう展開にしちゃいけないっていうことですか まあそうですね。あの、すでにフィリピンはもう常駐できない状態になってるんですけれども、それでも2015年の前秋の大統領、最近亡くなられましたけれども、その政権の時には、あの、フィリピンの中の5カ所の え、基地において、アメリカ軍の、まさにこの、え、フリークエントですから、頻繁な、頻繁な、この、え、部隊のその展開というものをできる。ローテーションでそうですね。で、これを通してやると、必ずしも常駐しなくても、え、まさに動的に、彼らが、この、え、前方展開していくというところを、拠点をたくさん作ることができると。これがすごい大事なポイントだと思いますね。 えー、バイデン政権の台湾との関わり、そして、えー、さらにこのアジア太平洋地域、どう安定性を高めていくのかというところまで、えー、お話しいただきました。このコーナー含めて、ポッドキャスト、YouTube、ライオ、タイムフリーでも配信していきます。番組ホーームページご覧ください